はい、皆様おはこんこん、どうもソウスケです。プロ野球スピリッツ2015巨大昇破企画パート20やっていきたいと思います。でね、今回からクライマックスシリーズのファイナルステージ第1戦、広島対ジャイアンツをやっていきたいと思います。でね、見てくださった方、パート2つ分見てくださった方、昨日一昨日の動画を見てくださった方は知ってるとは思うんですが、結構白熱した感じで、初戦というかファーストステージを勝ち上がってきました。流れは来てるんじゃないかなと思うので、こっからもね、いい感じで勝っていけたらなと思っております。で、パリーグの方は日ハムが勝ちましたかね。もうちょっと、あれ日ハム勝ってないわあれ武田くん大炎上みたいな書いてたんで、日ハム負けたのかな、あ、日ハムが勝ったのかなと思ったんですけど、ソフトバンクが勝ってますね。全然大炎上してないじゃんいや、嘘だったのかな、嘘つかれたかもしれませんが、向こうはソフトバンクと西武が勝ってますね。ということで、やっていきたいと思います。今回はね、初戦には全試合は取らないでおこうかなと思っております。なんか、決めるところとかで取りたいんですけど、今回はね、チャンスピンチ操作でやっていきたいかな。フィールドプレイとかになっちゃうと、なんかこうやってる感じがないので、もうフィールドプレイはなしに今回はしたいかなと。今回というかこれからはもうなしかなってことで、あとやるかなと思うのがピンチチャンス操作と、ランナーが出てからの操作と、全試合丸々と、監督モードかなと思ってます。で、今回はチャンスピンチ操作でやっていきたいと思います。で、ちょっとやばそうになってきたら監督モードなり全試合なり入れていけたらいいかな。まあ、ちょっとせこい感じはしますけど、まあ、やるやらないは変わんないんでね。難易度を下げるわけでもないですから、頑張ってやっていきたいと思います。ということでやっていきましょう。多分相手はマイキンが来ると思うんですよね。多分試合ダイジェストは大丈夫ですね。なので、右打者に強いメンツでいきたいところですね。うわ、坂本絶不調はしてやりにくいな。投手。それはね、内海でいいんじゃないかな。マイコラスとかがね、調子良くなってくる、ポレであたりがね、調子良くなってくれないとしんどいと思うので。まあでも今日は内海にかけましょう。野手。そうだね、うわ、立岡も絶不調か、使いづらいね。そうだね。でも坂本のこの守備を捨てるっていうのは厳しいなぁとも思うんですけど、そうだね。誰かショートできないかな。あ、片岡できるじゃん。でもセカンドがいないんだよね。村田はサードしかできないし、なかなか使いづらいな村田はダメかな。やっぱりガッツかな、ここは。松本結構いい活躍してくれましたが、次戦かな、次の回かな、多分ジョンソンが出てくると思うので、次回に使いたいかなと思います。吉野部も使いたいな。でも坂本絶不調だけど使わざるを得ないかな。一応井端で言っときましょうか。よし、じゃあオーダー、そうだね、初日1番とか言ってみる。太田さん4番でしょ。で、2番に片岡で、5番にアンダーソンで、6番に、小笠原ガッツで、7番井端、8番小林。いや、いいメンツじゃないかな。いい打線なんじゃないかなと思います。ということで頑張ってやっていきましょう。これがハマってくれるとありがたいですけど、いや、初戦大事だけど前剣だからな辛いんじゃないかなとは思いますけどね、なんとかしたいところですが、勝てればいいですけどね。なかなか難しいんではないかなと。 DeNA 戦のね、チャンスピンチ操作でもなかなかの接戦でしたから、まあでも打線力としては多分 DeNA のが上やと思うんですよね。ピッチャー力やと確実に広島が上なので、打てた方が勝つのかなと思います。日本シリーズ出場権を、いい成績ですよね。お、来たよ。まあ、前剣相手だからね、なかなか点は取れないの分かってるんですが、一応難易度見ておきましょうか。買わないですね。42-68の強いですね。これがちょうど合ってるのかな、全員操作の時で。僕の能力的には高め打った、受けないよな。一塁アウト。よしよしよし、さあ来たよ。ここはミート打ちでいいや。1点で取っておけば変わるよ。来た、太田さんやべえ太田さんすごいな。
4番の仕事しっかりこれ発揮してますよね。阿部ちゃんの代わりをしっかりやってる気がします。日本シリーズまで行けばね、阿部ちゃんも復帰するのでまた変わってくるんじゃないかな。さあいい感じですよ。さあこのまま行こう。はい、詰まりました。いやでも1点先制できたのは大きいんじゃないかな。それもエラー絡みでね、お刺してくれたみたいですね。いや初回からピンチか。さあカープ一打同点のチャンスです。そうだね、一応前進しておきましょうか。絶不調です。そこまで打球は飛ばないでしょう。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには松山が入っています。スラこれが2球目。スライダー右に切れて追い込んだよ。もう一球画角を見せよう。よし、これスクリューが効くはず。うわラッキー、ラッキーだね。本当にラッキーで打ち取った感じです。おっガッツいいよ。いや内海操作か。先発の内海が、いやーこれヒット打つのむずいよ。どうやって打てるのかな。このチャンスは生かしたいですね。打てる気がしねー。さあ追加点のランナーを置いた場面です。粘ろう、少しでも前金を疲れさせましょう。よしよしよし、いい感じだよ。そんなに落ちる球はないから、そんなに三振するボールはないんじゃないかな。スプリットとかもあるわけじゃないですし。よし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 、いい感じだよ。そのまま行こう。アウトコース打ちました。ファウルならへんかな。ダメか。いやいやいや十分粘ったんじゃないかな。オッケーオッケー。ピッチャーまで回したっていうのはまた大きいんじゃないかなと思います。お、いいピッチングですね。チョニキいいね。うわ来た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 。チョニキ一番に置いて今のところ正解ですね。さあ片岡も昨日いい活躍しましたからね。パート的には昨日いいライト前放ちましたからね。今回もライト前狙っていきましょう。あーいいボールですね。ナイスボールやな。152キロ。どうだ、落ちるか、落ちないか。間に合わないよな。全然間に合わないね。バントでもよかったか。さあそして打席にはまあいいでしょう。さあワンアウトちょっと期待しちゃったかな。まだピンチは出していません。よし、まあ、この点差を保って、まあ、亀井さんなら打ってくれるでしょう。しっかり切り抜けたいですね。次太田さんですからね。そうですね。持ってるよ今日の太田さんは。ってかこうね、今シリーズの太田さんは持ってる気がします。外の高め振っています。なぜ今のが当たらないんだ。追い込みました。うわもうやられた。完全にやられたよ。まあしょうがない。さあ太田さんでここで長野チョニキをねまた返してあげましょう。インサイド落ちました。帰ってくるんじゃないこれ。チョニキ走れ。太田さんやべえ。太田さんすごいね。で尾形監督無表情で怒ってたね。また走って、うわやばいわ。今日の太田さんはちょっといつもとは違うね。よし帰ってこい。間に合うか。太田さん結構足早いけど最高、繋がってるよ。いい感じです。今日はマイケン取られてるね。今のところはね縦スラだったか。よしよしよし、わお、バントされるよねそりゃ。結構マイケンバッティングセンスもありますからね。そうね、このままでいっか。そう、今のいいボールだね。もう一球行こう。菊池今の得点打率は2割7分4厘。もっと低めに。まあそこそこの数字だと思いますね。カーブを絶対の低めに。強さを見せてくれると思いますね。まあそうですか。カットボール、シュート、シュートいいんじゃない。おーし100点取った。一塁送球 OK。 ツーアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。さあ次はそよぎか。繋がらなかったですね。まあまだチャンスは続いていますんで、なんとか得点につなげていきたいですね。そうだね。そうですよね。ツーシーム外角。このチャンスで打席には2番の入らないか。そよぎが入っています。シュート、よしナイスボール。絶妙のコースに決めています。スライダー、あ、じゃあカーブ打ちました。よし、ふう、なんとかできましたね。いや、内海いい感じだね。今日の内海は気合入ってる気がします。ご覧いただきましょう。さあいい感じですね。うわお、
今日はエルドレッドが出てない感じですね。さあそしてバッターボックスには新井が入っています。さあここを抑えたいところですけど、うわラッキー。レフト掴んで、あれ松本あれでしたね、センターにしたつもりだったんだけどな。松本って出してたっけ、守備交代。レフトってチョニキだったよね。うわ勝手に変えられたんだまあしょうがないね。うわチョニキ今日活躍してたのにな。まあしょうがないしょうがない。ここでジャイアンツ守備を変えてきた。まあいいんじゃないかな。松本も出してほしいっていうコメントよくいただいてましたし。まず一球目打った、左中間に大きな打球伸びていく、どうだ、しょうがないね。やりました、セカンドランナー。ナイスバッティングだわそれは。甘く入ったというより素晴らしいですね。一発で仕留められちゃった気がします。まあ広島戦なんでね、そんな簡単にいかないのは分かってますけど、ここは抑えたいですね正直。またインロー、ツーボールワンストライクです。このスクリューが打ちに行く手が、うわマジか、抜けた、セカンドランナー帰れば1点差、きついな、1点差か。さすがといったところですかね。またフォア、じゃあデッドボールだわ。マイケンか、ここを抑えておきたいですね。調子は悪くないですから、ここは続投させるということでしょうね。そうですね。一二塁間。うまい。さすがです。さすが片岡の守備だね。さあご覧ください。ここは立岡だったらもしかしたら取れてないかもしれないよね。しかしこの回。よしよしよし。お。太田さん大活躍だね本当に。さあアンダーソン、ここでヒットが出るとだいぶ変わる。ナイスボール。しんどいね。うわお打てる気がしないな。なんか調子よくなってきてる気がする。危ない、知り上がり持ってたっけマイケンって。怖いな。さあ来い、外のボール打った。うわ落ちないか。落ちるか。そう。スリーアウト。どまい。いやーピンチ多いね宇都宮。さあカープチャンスの場面を。ここは前進だね。彼ならホームランで一気に逆転ってこともあり得るんじゃないですか、ね。4番に松山ってはまた面白いね、人を持ってきましたよね尾形監督。ボックスには松山が入っています。振ってくれないもんな、なかなか。2ボール2ストライクです。インサイド打った。いやいや歓声がやばいよ広島だから。ストレートを続けてみてもいいかもしれない。よし。100点。セカンドが抑えた。ケイ。1塁アウトで3アウト。いやアンダーソンさっきヒット打ちたかったな。それではここまでのいい勝負してるんじゃないかな。すごくいい勝負してるよ。お。あダメだったか。うわ起きちゃったね。トネ君だったっけ。さあカープ、あ青木選手か。同点のチャンスを迎えています。ここは前進だね。点はやりたくないよね。そうですよね。うわすごい曲がり方。打ってくれるバッターですから。よしよかったよかった。よし1塁アウト。次は2塁は変わりません。代打か、誰が来るかな。バッターボックスには代打の国母。国母か、左ミット高いもんね。ここを抑えたいところ。ここは意地を見せたいですね。そう、ここでね、なんとか同点にしたいですけどね。そうですね。この起用に応えたい。シュートいいじゃん。強い当たり。うわ、ナイバッチ。いや、松本哲也をレフセンターにしたのにまた変えられてるね。いやー、まあいっか。もう勝手にコンピューター変えるならしょうがないでしょう。ここを抑えたいところ。ここを打たれたらもう最悪だね。本当に。よし。でマイケバッティングいいからな、勘弁してほしいんですけどね。よし、ふう怖いわよかったよかった。最後は三振、結構高打順じゃないかな次から。お吉野もいけ。ダメだったね。ヤクボちゃんピンチ作っちゃったか。さあカープ、でもここは久保ちゃんで抑えないとね。ホームランで逆転というのは一番気持ちいいですけどね。そう、そうですね。まあストレート、またチャンスの場面で頼りになるバッターですから。そうだよね、ロサリオ怖いんだよね。チェンジアップ、
よし、よかった、三塁線行かれたと思ったけど、よかったね。ランナー二塁はそのままです。うわーおーって思ってるでしょうね、それもちろん、うん、さあそして打席には松山が入ります。うわ、左右見るとやっぱり高いんだ松山選手。絶不調でこれだから絶好調だったらどうなってたんだろうね。なるほど、そうですね。そう、一球高めに見せよう。よし、これ振ってくれるはず。久保ちゃんやばいね本当に。うん、セットアッパーとして完璧な、いやあれだね、戦力外通告やめてほしいな、こんだけ活躍できるわけですからね。いけ亀井さん、いや太田さんいけ、うん、いやゲッツーか、いいよいいよ、よし、打て打て、いけ、うん、橋本いけ、最終回サムラ頼む、いいよ、いけ、よし、あと一人、勝ちました、やったー。操作してないけど後半は、うん、ピンチはしっかり操作して最初のうちに点が取れてたのもでかかったんじゃないかな。いや、中継ぎがしっかり頑張ってくれたのが今日の勝利の、うん、いや今日の太田さんもやばかったね、うん、2試合連続の、1試合連続じゃないか、初戦でも2試合目も結構活躍してましたしね、今日太田さんいなかったら負けてましたからね。いや、アンダーソンもしっかりと今日は打ってくれて、うん、またいい回になりましたね。これで CS3 連勝、大事なところで勝ててたように勝ててるんじゃないかなと思います。いや、よかったね。ふう、おっとショート下がっちゃったな。坂本の調子は上がってほしいなっていうのが理想なんですけどね。あ、そうなんだ、チョニキ、うわ、ここでのチョニキの怪我はしんどいな。怪我じゃないのかな、どれぐらいなんだろう。いえ、ヤシノクは見れないから、5日か、どこ怪我したんだろう、見れないですよねそれは。うん、うわ、絶好調のチョニキ書くのはしんどいなとは思いますが、まあ、お、坂本がね、なんとか、絶不調脱出してくれてるので、まあいい情報悪い情報ありますけども、第2戦目今でこれで5分なんでね、あと3連勝して頑張ってやっていきたいと思います。ということで次回はね、監督プレイでやりたいかなと思っております。ということで次回も期待していただけたらなと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それではソウスケでした。さようなら。